パンロールパンロールとは、北海道小樽市に本社を構えるかまぼことの、練り製品の製造、販売を手掛ける、株式会社かまえいが開発したすり身を食パンで巻いて、揚げた揚げパンである。パンロールは、昭和37年にかまかへの社長である、佐藤光亮が、かまぼこをスナック感覚で食べることはできないか、というコンセプトをもとに開発されて誕生した、洋風オードブルである。 地元ではデパ地下でも販売されており、値段も一本丸ごと300円以内で購入が可能である。おつまみやおやつとして食べられ、パンの中身は豚ひき肉と玉ねぎを混ぜたすり身が入っている。今では釜坂へ以外の会社でも販売され、都市部で行われる物産展でも見かけることがある。脚光を浴びるきっかけとなったのが、北海道でタレント、 俳優としても活躍する、大泉洋が、テレビ番組で絶賛したことである。大泉は、新千歳空港にある売店で購入し、それを自身が、レギュラー出演する番組、おにぎり温めますかで紹介した上、大泉本人が、トンネルズの皆さんのおかげでしたの、名物コーナー、新、食わず嫌い王決定戦にゲスト出演した際にも、持参したことで、芸能人の間でも話題になり、 問い合わせが殺到した。ただし、大泉によると、パンロールは食べ始めは美味しく食べられるが、後からお腹に溜まってくるという。パンロールは現在、浜坂への販売店での販売しかなく、地方発送では扱っていないため、購入できない。これは、パンロールを地方発送することに消極的ではなく、 チルゾ発送で購入者が揚げて食べる方法も取れるが、商品の売りである手軽さが損なわれる等の理由で販売されていないためである。現時点では、現地の釜坂への販売店で購入するか、新千歳空港で購入して自宅へ持って帰る方法しかない。揚げたてのパンロールを食べたいのであれば、各売店で揚げたてを注文する必要がある。かつては、 小樽市内の鎌坂経営の喫茶店東大砂防、ラカンパネラと蕎麦を中心としたメニューを出す食堂の味工房かまえいで揚げたてのパンロールを食べることが可能であったが、2015年3月1日で閉店した。ありがとうございます。